ますよ。はい、どうぞどうぞ。続きまして、同じく奈良橿原教室三浦先生の生徒様、ひげさんですね。よろしくお願いします。この選曲はご自身で。うん、あ、そうですね、はい、いい曲ですもんね。いつも一緒に行動されたりするんですか？助手席に乗せて、うん、ドライブ。うわ、めっちゃ緊張する。そう、めっちゃ緊張しますか。それでは改めてご紹介させていただきます。奈良橿原教室ひげ様シングルベッド。Thank you.
しましょう。